な浴室があるなんてちょっと驚きました。あはは、どう考えても文校長の趣味だと睨んでるけどね。そういえば第二の宿舎になるときに大規模な改修がされたそうですね。もともとは没落した領主の屋敷だったそうですが。ええ、そうらしいですね。10年ほど前、悪徳商人に騙されて借金を作って領地を手放したそうで、今では外国で事業を立ち上げ頑張ってらっしゃるみたいですけど。そうだったの。はあ、相変わらず情報通ね。なんだかどこかで聞いたことがあるような。邪魔をするぞ。すごい圧倒的ですね。お先に失礼しております。妹子もいることだし、たまには生徒と裸の付き合いも悪くないと思ってな。気にしないでゆっくり使ってね。やはり風呂はいい。
かし、乙女らしく盛り上がっていたようだが、なんだ、シュバルツァを落とす話でもしていたのか。お、落とすって。はい、そうなんです。そんな話ではなかったと思いますが。ふむ、少し指南をしよう。あの手合いは八方美人に見えて驚くほど一途で頑固ですらある。ならばいかに雰囲気を作って斧が土俵に引き込むかが肝要だろう。そうなんですか。少々興味深いです。一途で頑固なタイプはいかに雰囲気を作るか。先輩、これは聞き逃せませんね。もうミュウセン。